まあ、当館で紹介している、一人なんですけど、高見常吉という科学者になります。まあ、この人は実はアメリカに行って、いろんな薬を発明してるんですけども、まあ、その一つがタカジアスターゼという薬、それからもう一つはアドレナリンという薬を発明してます。でそれぞれタカジアスターゼというのは酵素を使った世界で初めての薬、アドレナリンというのは世界でホルモンを純粋に抽出した最初のものということで、まあ、世界で初というのを2つもやっているすごい科学者になります。これは八田与一と一緒なんですけれども、実は台湾で雨山島ダムというこういう大きなダムを作った方なんです。で、まあ、ダムを作った人が偉人かっていうと、実は台湾では非常に有名な日本人で、台湾に旅行行ったことある方は多分向こうの方に八田与一知ってるって言われたことあるかなと思うくらいに台湾では有名になってる方で、こう台湾で農業がいろいろできるようになったっていうのはこのダムのおかげだっていうことで皆さん感謝してるっていうことで、八田与一という人を紹介したいと思います。松風殿というのはその高見常吉の別荘にはなるんですけれども、そこにあった調度品いろいろあるんですけども、ここにあるのは風神雷神図、まあ、パッと見たら俵屋宗達 の風神雷神図とほぼ同じ構図なんですけども、まあ、これが壁画になっている建物なんですね。で、まあ、よく普通に見ると日本画のにしか見えないと思いますけれども、これはまあよく見ていただくと実は油絵で描いてある。で、まあ、アメリカ人にとって純粋な日本画よりもむしろ油絵と日本画が融合したようなこういうものがアメリカに好まれたのかなっていうような展示になってます。まあ、当館は実は小学生とか中学生とか子どもを結構ターゲットにしてるんです。ですからちょっと難しいなかなと思うこともあると思うので、意識的に小学生に分かるような展示を心がけてます。で、時にここに注目というカードが入ってまして、そういう一個見ていただくだけで、この人はこんな面白いことしたよって分かるようになってますので、まあ、ぜひ、親子ででも一緒に来ていただいて見ていただきたいなというふうに思ってます。まあ、現在やってる企画展ですけれども、今回は高峰常吉別邸松風殿、まあ、華麗なる工芸品調度品という題名でやってるんですけれども、先ほど紹介した高峰常吉がアメリカで、アメリカ人の有力者を招待するこう別荘を持つんですね。その別荘にあったこういろんな日本風の調度品家具工芸品というのを展示をしています。まあ、会費は1ヶ月ほどなんで11月の23日までということになってます。